インド人男子と付き合ってみたいと思いますか？辛い恋愛に飛び込みたいんですか？日本人の彼女が欲しいインド人男子には何らかのアドバイスありますか？インドにはどういうイメージありますか？インドですか？インド、仏教を学んでるから仏教のイメージしかない。あ、カレー。カレーですね。カレーと仏教。カレーと仏教やからか分からんけど、なんかちゃんとしようね。人に対しての優しさとかがあるのかな、うん、みたいな。カレーのイメージがあります。インドはカレー、カレー、あとあれ、ナマステ。カレー、カレーですね。おいぶっちゃけた方がいいと思います、うん、まあ良くも悪くともその真実に深掘りたい。お腹を下すカレー。ガンジス川、うん、そうですね。ガンジス川ね。インダス川、ガンジス川じゃん。ガンジス川にはどういうイメージありますか？入ったら病気になる。そうそうそう、まあ、カレーとかゾウのイメージ。あーね、それもあるね。乗りたいですか？乗りたいです。ゾウ乗りたい。日本にはいるんですか？動物園にはいるんじゃないですか？乗れるんですか？乗れはしないよ、ね、じゃあインドはそういうその面で、あの、まあ、勝ってますね。いいと思います、うん、インドは結構人がいっぱいいるから いろんな人と仲良くしてるイメージはあります。なんか人間関係が濃ゆそう、うんうん、あ、食べ物、カレー、カレーとかが美味しい。あとなんか服とか、なんかインドな柄、うん、っていうかスカーフとか、なんかそんなのイメージ似てるところ、似てるところ。カレーが好き。カレーが好き。会ったことありますか、日本でインド人。カレー屋さんの人。あ、カレー屋さん、カレー屋さん、カレー屋さん、学校、高校の近くのカレー屋さんのインド人。それぐらいですね。 そんなに多くないイメージありますよね。インド人男性についてどう思いますか？顔が濃い魅力的ですか？あんまり分からんけど、濃いイメージ。でもみんな結構一緒に見えるかも。一緒、同じ顔に見える、うん。インド料理振る舞ってもらいたいですか？あ、もらいたい。インド人男子から、うん、辛い恋愛に飛び込みたいんですか？辛い恋愛、辛い恋愛に飛び込む。飛び込まない。飛び込まないですか？なんでですか？日本がいいかな。日本がいいですね、うん、それ言葉ですか？他の、まあ、性格とかの違いとか、うん、その性格違いがありそうから日本人の方がいいってことでしょうか？なんか日本人はと海外の人のイメージはグイグイ来るか、めっちゃ謙虚にこう地道に日本の人は行くけど、海外の人はもう好きですみたいな感じで来るから、うん、結構グイグイ来られるイメージ。インド人にはそういうありますか？インド人の人がグイグイ行ってるイメージなんかあんまない。なんかインド映画みたいなイメージしかない歌ってるみたいな、歌って踊ってるみたいな。海外の人ってその積極的なイメージやから、インドの人もそうなのかなみたいな。積極的好きですか？ああ、恋愛面でもちろんインド人男性に対するどういうイメージありますか？黒いイメージ確かに、ね、肌の色がね。あと何だろう、なんか顔が全員一緒なんか同じような顔をしてる魅力的ですか？はい、インド人男性が、うんうん、私インド映画ですごくこう動いたりとかアクションのイメージあるから、やっぱりこう陽気にダンス踊ったりとか東京の人いきなりダンス踊ったりしないからそのイメージが強いです。急にダンスされたらどうするんですか？一緒に踊るしか一緒に踊るしかないかもしれない。マッチできそうですか？いやどうしよういけるかもしれないです頑張ったらですね。頑張ったら。人気ですか、インド映画日本では？あ、見ます。私は見るので好きです、インド映画は、うん、長いので。私映画はあんまり見ないのであんまり、でもなんかアクションの映画とかは好きなので、全然そういうインド人が出てくるのとかも全然見たことはあるぐらいですね。あとでも自分の大学がその
外国人が多いんで、そこでもインド人かなみたいな人は見かけます。交流したんですか？交流はしてないです。イケメンでしたか？あー、素敵な人です。もし機会あったら付き合ってみたいなと思ってましたか？あー、まあわかんないです。OK、 その人だけじゃなくてインド人、まあ、男子全体的に魅力的と思うんですか？そんな交流がないかわからない。喋、うん、ってみたいですね、いろんな人。そう、機会あまりないですね、日本では、うん、ぜひぜひインド人みんな話しかけてください。はい、でも英語話せますよね？ A little bit. A little bit. So you could speak English with them. I can speak English well, but I learn English now at university. So I want to speak English around the world. So I can do it. You're very good. I think you can do it. Ah, thank you. インド人は、まあ、結構英語上手ですね。多分、イレン中、機会にもなります。あ、そうやな。じゃあ、ボリュッドダンスできるイケメンインド人男子にインドカレー振る舞ってもらいたいですか？うわー、美味しいかな。美味しい、美味しいインドカレーですか？あ、美味しい。まあ、それ個人的なんですけど、自分の好みに沿って作ってもらいますんで。うん、食べたい。どんなカレー欲しいですか？今注文しても全然いいですよ。多分インド人男子がこの動画見てますんで、注文してください。辛いのが私が苦手なので、あんまり辛くない感じの美味しいカレー、具沢山なカレーが食べたいです。あ、なんだろう、マトンカレーみたいなカレーをカレー屋さんで食べたことあるので、それがすごく好きなので、ぜひいいと思います。ありがとうございます。覚えておいてください、みんな。もし機会があったら、インド人男性と付き合ってみたいですか？いい人だったら。何かあれば。その見た目、インド人の見た目が魅力的だと思いますか？見た目がわかんない。見た目がわかんない。うん、でも、あ、イケメンもいるんじゃない？うん、いそう。中身がイケメンなら OK。中身がイケメン。いいハートの持ち主。外国人では、まあ、インド人以外、付き合ってみたい国籍とか地域とかありますか？アメリカ人。インド人男子と付き合ってみたいと思いますか？何歳ですか、まずは？14です。14ですね。インド人男子、学校にいるんですか？3年生に2人います。あ、2人いるんですね。どんな人ですか？サッカーの人、めっちゃ肌黒い。かっこいいですか？あんまり。ありがとうございます。英語喋れんからどうしようってぐらい。あ、そうですね。日本語喋ってもらわないとですね。日本語喋ってもらえるなら、なんとか。もし機会があったら、インド人男性と付き合ってみたいと思いますか？なんでですか？なんで？まあ、まず、会話がちょっとできないのと、まあ、ちょっと、見た目が、タイプではない。タイプではないですね。まあ、インド人以外、外国人では、インド人以外には付き合ってみたい、まあ、国籍とか地域とかあるんですか？ルイスってイギリス？イギリスですか？イギリスかな？英国紳士。なるほど。インド人紳士は？インド人紳士は、ちょっと違うかも。最後には、日本人の彼女が欲しいインド人男子に向けて何らかのアドバイスはありますか？どういうことすればいいとか。何やろ。時間も持って、なんか礼儀正しくしてれば、と思う。なんか、とりあえず時間を持ってほしい。じゃあ遅刻しないでください。遅刻しないでほしい。日本語をまず覚えてください。ダンスの踊り方教えてください。ぜひ。厳しいですね。頑張ってください。ありがとうございました。私的には男の女の人は推しに弱いイメージは、うん、あるから、そのままのね、うん、
押して押してる。日本人にないなんか積極性、積極性があるから、それそんなになんやろ、別に。うん、なんかありのまま綺麗とか言ったりするのが一番嬉しいかも。I love you 言われたいですか、インド人男子に。言われたい。ありがとうございます。程よくアタック。あ、間違いない。レディーファースト、優しい心を持つ。じゃあレディーファーストマインドでアタックしてください。サブスク